紙コップでこうするやつでしょ。あ、そうそう、126 縦で見るんや。最高のデメだけで船券買ってみたー。よっ、はい、ちょっと今日、はい、あの船券で来ると頭使いすぎたので相当使ったね。相当使ったね。ちょっと疲れたので、うん、まあ遊びの要素も含めつつ、まず1レース目はじゃあボートレース若松の3レースやっていきましょう。はい、じゃあまず白から振ってみましょうか。はい、はい、5 5点満州やまず5ね、まず5、はい、2、お、いい、2、4、うわ、いうわ、あ、6だけ、もう一個、もう一個、もう一回振りましょうか、はい、おお、2、5ももう一回振らないとですね、これあの1個の目と被ってしまってるので4、はい、やってました、揃いました。3つが揃ったんですけど、この3つを好きに並び替えてもらって、はい、1着、2着、3着にそれぞれの色のサイコロを当ててもらいたいと思います、うん、なるほど、ちょっと見てみますね。やっぱり曽根さんの知識を入れてるんで今こう数字がこうガリレオみたいに。そうそうそう、編集大変だよ実に面白いしかもちょっと疲れたんでこの企画とか言ってるのに編集させようとしてる。ええ、違う、ずれてるよ、どうして疲れてる。はい、今やっていきましょう疲れたきゃ頭使わんでいいようにしたのに、あの、あ、頭を使おうとしてるっていう。あ、そういうこと、うん、あの編集大変になっちゃうなってことかと。デデデンこれ難しいよね、やっぱその5頭ある、4つのとこに1が出るってやっぱ難しくないここでしょ、1個のが5っていうのやっぱ結構これどうだろう。でもそうなんですよ、 A2 の選手で A2 だし、うん、勝率も一応一番高い、でも1位が逃げると思ったらその青が1着の枠に来るわけじゃないですか。そう、ありそう、もう他のはもう正直マジでありそう、諦めるしかない。マジでありそう、これ当たるんじゃない、あ、早く決めろってそんな言い方はしてないです。そう言い回しですよねまた喧嘩ですよ太田さんやるかやるか、じっくり使ってくださいやらないんだこうかな、あ、行きましょう。じゃあそれでこれでいっちゃうか、はい、うわ、これ5頭来たらどうする、もう大パンしちゃうこれ楽しいんじゃない、これ楽しいんじゃないやっぱこの数が不安なんですよ、3着をこの1個に固定して、まあそうだよね、向かって、もうやってみて分かったけど絶妙な数やったね。絶妙やね、うん、またタメ口絶妙やねねえ迷っちゃうこれと、とんでもねえなるぞ、20万ぐらいやったら、こうじゃなくていい？いやいやいやねえ、こうじゃなくていい？若松買ってきました。3が1246の24の5だったんですけど、なんか4を3って書いちゃいました。私がねでもまあこれだったら当たりなんででも巻きそうですよね、まあ、マジで、まあ、でも特に3が来ずに当たってほしいよね。確かにね、そうそうそう、ここはちょっと、まあ、でもなんか当たりそうだけど、こんな船券よく見ない、だってまあ、あんまり見ない、こんな船券は見ないあ、遅れたのかな、多分に、あ、ピットバナナ遅れて、あの、ただ自分のところにいるだけ。そう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 、さあスタートは、スタートどう、4が出てる、4がいってる、4号出てる、いや4だこれ、え、4あったっけ、4ある、頭あ待って、うわ、いや13だ、5が、いやいや5あるよ、外、大外だからまだ、いや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 、まだ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 、6が伸びてる可能性あります。
最初めっちゃ合いそうでしたね。6と4がこうウィーンってなって、あ、水の中に、あ、ちょっと厳しいな。まだでもまだある、まだある、伸びろ伸びろ伸びろ。134かな今。134だね。いや、あるあるある。いやー、厳しい、厳しい。13、あ、6。下関何レースの分ですかね。じゃあ次は7レースです。7レース、はい、6。うわ、3着です。早っ早っ。3、4。うわ、5もう1回触れます。1ない、はい、終わった。1ないぞ。終わった、終わった。大きい目ばっかり。違う、これ違うわ、ごめん、俺が間違ってた。その青の6振り直さないか。これ白と被ってるんで、はい、まあ、もう2か1かしかないんですよ、多分。2。お、宮玉いっちゃう、こいっちゃう。さあ始まりますが、始まりますよ。もうこれ1逃げなかった、逃げた時点でもう、もうそれは、もうそれはそれは。3いけ、3いけ、3飛べ、3飛べじゃない。いや、厳しそう、揃ってる。いや、ちょっと、あー、ちょっと飛んでっちゃうんだよ。ダイーン、すごかったな、ね、今。新人ですね。次行っちゃう？次行っちゃいましょうか、もうこれは、はい、もう3着でもダメなんで。確かに。24分の若松。はい。はい。ありがとうございます。うわ。来た。これはもう勝ったっしょ。うわ、ねえ。4、5、え、2、2、3、まあそうですね、結構これ4つ振るんですけど結構決まっちゃいますもんね。まあね。あ、1個これを、これ3とか出たら3か6かですよね。はい、ね、2、3、4、5、やばくない？1の2、3の2、3、4、5。これめっちゃ重要じゃないです。いや、ここでしょう、もう。これ当てれんかったらもう見せ場ないわ。あー、なんでそんなこと言うんですか。本当意地悪。本当意地悪ですよね。めちゃくちゃ怒るかと思ったら明るく怒られましたね、珍しく。本当意地悪。内心でどう思ったか分かんないですよ。いや、これは1逃げやね。あれ、お、中田さんいた今。これ1逃げやね。いや、これでいこう。はい、カットです。なんで1枚使ってください。走るぞ走るぞ。いい、逃げそう逃げそう逃げそう。いいよ、スタート揃ってる、しっかりいってる。もうこれは1だろ。おお、いや、142じゃない。142あるよ。しかも一番高いとこじゃない、その1の2、3、2、3、4の中では、うん、500円いった中では違ったっけ。え、待って、私これまたやらかしてね。嘘、見てなかった。やらかしてるわ絶対。見して、ねえ、本当に嫌だ。見してなんでかな、頭回ってないのかな私。だってさ、ほら、1、4に変えるわけないやってことやないの、これやろう。あ、そうやろう。ねえ、本当に頭おかしいね。でも6になる。16なんてないよ。14になる。ねえ、本当にやばいね。なんでかな、え、なんでですか。欠如。いやいや、疲れたい今日。いや、疲れたとかじゃない、多分これはもう欠如。残念。ね、でも全然悔しくない、なんか。最高だけ。いや、もう欠如すぎる、やばい、本当にやばい。でも面白くなかったですよ、意外と。面白い。入れ替えれるっていう、こうちょっと自分の要素も入ることによって、
さらにね動画の企画としてはね、はい、楽しい、面白い。またやりましょう。とりあえず今日の結果としては3レースやりましたが坊主じゃあ罰ゲームは坊主で意外と当たらんかったですね、うん、ちょっとリベンジしましょう。サイクロリベンジ、まあ、3レースっていうのが、え、うん、3レースでしたっけ。3レースやりました。3レースっていうのがもう何レースやったかもう頭回ってない。なんか数をこなしたらいい、うん、なんか意外と当たりそうだなみたいな。まあこれあのみかんちゃん向きの企画でもありそうな気がするんで確かにみかんちゃんこれやろうね。え、でも企画としては楽しいです ね楽しいね。またやりましょうね。はい、はい、じゃあ残念でしたけどいつもので明るく締めちゃってください。はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。